はい、こんばんは、佐藤博夫です。三国志をいつか書きたいと思っております。で、この動画はですね、前の動画の補足なんですが、前の動画で、火曜国志っていう資料のご紹介をしたんですが、その最後の方でですね、スライドも作らずですね、結構わーって喋ってしまってるところがあって、でもそれって結構重要だから、自分の頭を整理するためにもですね、ちょっとスライドを作ってみたということです。で、火曜国志を読む方法と題しましてですね、で、僕が今ある必要性に駆られて火曜国志を読んでいますが、頭の中どうなってるんだろうっていうふうにちょっと整理をしてみました。で、火曜国志を読むっていうのは、突き詰めて言えば、三国時代の史実を知りたい、どんなことが起きたか知りたいっていうことなんですけど、単純にですね、頭から火曜国志をですね、読んで噛み砕いていけばいいかっていうと、そういうわけではなくて、で、火曜国志を読むときに頭に、フレームワークがあります。で、それがご覧の図でありまして、で、ベースとなるのはですね、正史三国志です。で、これは陳寿が書いたもので、精神の時代に、成立しているんですが、で、火曜国志というのはその後の時代のですね、東晋の時代に生まれています。画面の真ん中に火曜国志って表示しておりますが、これでして、で、画面のさらに右側にですね、廃焼史中って書いてありますが、これは南朝宋の時代に成立したものです。ですから、これは火曜国志よりも成立が遅いわけです。なので、時間の流れとしましては、左から右に流れています。で、資料、そのテキスト、文字情報って、いろんな伝わり方をしていくんですけど、それを概念的に分けるとこうなりまして、まず、正史三国志から、廃焼史中に、スッとスルーで流れている矢印を書いていますが、正史三国志にあるんですけど、特にですね、火曜国志、では引用されずにですね、使用されずにですね、廃焼史中を含めて今日に伝わっているっていう情報があるでしょうと。で、これはそのとても情報の量としては一番多いと思っておりまして、というのも火曜国志というのは破色、益州地方の地方史ですから、正史に載っているけれども、火曜国志に載っていないっていうことは結構多いはずです。で、火曜国志を書いた上虚という人物は、絶対にですね、正史三国志を、読んでいます。読んでいますので、読んだ上で、火曜国志の記述には必要ないなっていうふうに捨て去ったもの、引用しなかった、使用しなかったものというのがあります。念のために喋っておくと、その例えば諸葛亮がですね、龍禅の下で権力者になりまして、政権を主催しますっていう時に、諸葛亮の政治ぶりについて、書いた文章っていうのが火曜国志の、中にあるんですが、その文章ってそのまんま陳寿が書いた諸葛亮伝の表、諸葛亮ってこんな振る舞いをしましたとか、こんな素晴らしいことをしましたっていう文章をですね、そのまんま引用しています。ですから、陳寿の書いた諸葛亮の表、コメントをですね、陳寿の文章を読むことなく、全く同じように諸葛亮を評価するみたいなことは絶対ありえないというふうに言っていいわけですから、正史三国志を読んでいた上で、火曜国志に取り上げられなかったものがあるでしょうということで、丸一。これはあんまり今日の、火曜国志を読む時の本題ではありませんが、丸二としまして、引用整理としています。で、この丸二の矢印が正史三国志を上虚なりに読みこなしてですね、で、それをさっきの諸葛亮のコメントみたいに引用したりとか、あと正史の中では記述が散らばっている、もしくは分かりにくいが、火曜国志を作るにあたって、まとめてくれたりとか整理してくれたりしているっていうパターンがあります。これは、上虚自身が優れた学者でありまして、で、我々よりもですね、早い段階で正史三国志を読んでいるので、正史三国志を読む大先輩という位置づけで、正史三国志を読んだ上で彼なりに歴史書を再編成していると、地方史を再編成しているっていう情報の流れ、これが丸2です。で、丸3が、さっきの丸2と紙一重なんですが、正史三国志を読んでそれを整理していく中で、
パターンによっては正史三国志を読み間違えたり、もしくは整理して書き表す中で失敗をしたり、我々読者に対してそんな書き方じゃ伝わらないよねとかですね、その辺のこともまあ見られます。一つ前の動画で扱ったその諸葛亮が招いたところの馬君もしくは馬政っていう人物のことっていうのがこれにあたりまして、おそらく正史三国志を読みながらそれを再編成再構築したであろうが、その中で理解を誤ったのか、アウトプット書くときに誤ったのか、それは検証不能ですが、そういったこともあるでしょうということで、それが丸三のパターン。そして丸四のパターンとして、正史三国志にはない情報ですが海洋国史が再録拾って収録してくれていることも当然あります。ですからその海洋国史をですね、読むときに正史にない記述があるっていうことでもてはやそうっていうことで、この辺のですね期待が集まるところは特にこの丸4のところであります。でしかしですね、そのじゃあその丸4のところだけを抽出すればいいのかっていうと、そういう簡単なわけにもいかないので、続きの話を聞いていただきたいんですが、この海洋国史が一回東晋の時代に成立した後にですね、ちょっと、右側に目をずらしてもらって、一部がですね廃焼史中に注釈としてですね、収録引用されています。また、その海洋国史には載っているが廃焼史が取り上げなかったもの、B の写生って書きましたが、廃焼史が拾ってくれなかった情報っていうのもたくさんあります。比率からいくと B の方が圧倒的に多いわけですが、このように海洋国史を廃焼史が参照した上で拾ったり A 拾ったり B 拾わなかったりするんですが、拾わなかった部分っていうのが、今日我々が海洋国史を読む、価値といいますか意義です。この B の部分がなくて、全文がですね廃焼史中に引用されていれば海洋国史を読む必要はないわけですし、そもそもこのね海洋国史が現存する最古の地方史ということで完全な形で残っているからこそ、その B の部分っていうのが存在するし、どんなものかっていうことを検証可能になるっていうことにはなるんですが、こういった廃焼史が注釈として引いていない部分っていうのを、拾っていく作業、探していく作業というのが私が、海洋国史を読む時の視点でありますし、海洋国史に期待することですよね。で廃焼史の中にないし、もっと比べていくと、その廃焼史中を含んだ正史三国史にない情報があった場合、それは独自情報ということになってくるわけですが、この場合もですね注意が必要で、この独自情報って丸三の誤読とか整理の失敗から来るものである可能性もあり、また4の、独自に取材して収録してくれた情報であるという可能性もあります。ですから、ここには複雑になるので書きませんでしたが、正史三国志の外部にあり、また海洋国史にも載っていない様々な情報っていうのが廃焼史の中にありますから、それとも比較検討していくということが必要になりますが、メインの流れとしてはご覧の図の通りでありまして、正史三国志にない情報で廃焼史中にも引かれておらず、また廃焼史が引いた他の資料にも見えないことっていうのが海洋国史の独自情報でありますが、これを扱うときに、4の独自に収録した情報っていうことであれば大歓迎なんですが、可能性としては丸3の正史を誤読失敗した可能性もありますので、そこは注意しておきたい。で可能性の話をすると、丸4の収録っていうふうにしましたが、この丸4のプロセスで誤読や失敗をしている可能性もありますし、言っても仕方がありませんが捏造創作をしている可能性もゼロではないでしょうが、それは検証不可能でありますから、海洋国史を読む方法からは除外せざるを得ないんですけど、この海洋国史っていうその廃焼史中に引かれている書物でありつつもですね、完全な形でほぼ残っているっていう
特別な性質を持った資料であるからこそ、こういった図式の読解が可能になりますし、こういったことを踏まえて読んでおかないとですね、歌謡国史を過大評価といいますか、不適切にもてはやすことになってしまうので、注意が必要かなと。で、じゃあこういった歌謡国史に関する分析をしていくにはどうしたらいいのかってなると、元に戻ってくるんですけど、全文をですね、正史三国史と、突語小語をかけると。そのプロセスは不可避でありますし、また歌謡国史のですね、研究所の中では割とすでにやられていることですから、私が独自に討論の釜で立ち向かおうというわけではないんですけど、まあ、三国史ファンであれば一回は聞いたことがある歌謡国史ってこういう位置づけの本だし、まあ、こういった読み方ができるんだなっていう、そのご紹介でありました。はい、ありがとうございました。